戦隊大失格。 D の思い通りにいかないのがもどかしいし、 D の気持ちが理解できないってのが見ていてもやる部分でしたね。青と D のバトルなら良かったけど、それもできなかったし、変に気をてらおうとしてる感じが強かったですね。2期も決まってるので、2期はどうなるのか楽しみです。以上、戦隊大失格のお話でした。